はい。え、それでは、えっ、ー、と、小倉二彩ステークスと二ヶ崎年、本茶屋行きましょう。えー、札幌に再開安かったなぁ。2、3、4番人決着でしたね。三連単買った方はもう買ったかなっていうとこですね。セットアップおめでとうございます。はい。えぇ、ー、なんだったいつ。えっ、ー、と、ガイアメンティはちょっともう出遅れて終わってしまいましたか。はい。 いやいや、もうね、36秒かかるババやったんで、ちょっと大変だったんですね、スローでもね。はい、えっ、ー、と、こっから2歳、ちょっとわからないんで、わからないんで言う、でもだはい、えー、とりあえず、パ、あれえなんと、パッシングフライ1番人気。嘘やろ。マジか。あれビッグドリームじゃなかったよこれ。あら、1番人気、なんと、パッシングシャワーになっ、あ、フラじゃ、パッシングシャワーになってしまいました。ええへ。<laughs> 予想外です。あ、そうなのいや、でも、このまま食べて思うけどな。ちなみに、えっとね、これ、お,お父さん、なんて名前なのイ,イファ、イフラ、イフラージュ。イフ、<laughs> イ,イファ、イフ,イフラージ <laughs> 読まれ。ありがとうご <laughs> ちょっとわからん。はい。えー、っと、操縦性い、e、いって書いてます。 はいえー、今年、重賞4勝目なええ、今年そんな買ってたあ、ほんまや、ミクソロジー、ビッグリボン、エルトンバラーズ。あ、そうか。えー、今年4勝目なんと。結構贅沢なことしてんのこれ。はい、今年、勝率10%、35%。まあまあ、平年ぐらいだけど、重賞で頑張ってますかってことかですね。 えも、ー、は一応人気も抑えてます。6番人気までかな。はい。ちょっとね、このひまわり賞、ね、2勝負けなしの、えー、テームチュラさんか。はい。まあ、ちょっとね、九州産限定ってのあったんですけど、一応2歳オープンで、牝馬で、えー、っと、猫、ね、馬たちを3番新人突き放して、2勝目マークしてるんで、 まあ、ただやっぱ、ね、でえ、中一周やったっけ、えー、あ、連投か連投なのか暇ありしょうから。はい。ちょっとここでやっぱ評価下がってますけど、どうでしょうかそうですね。うん、うん、はい。さすがにちょっと無理かな。無理っていうかしんどいかな。うん。あと、ちょっと、あのー、気になってたんが、えそっと寄りに走ったんちゃうかってことも8番ですね。 シュラさん、打ち明けて、ちょっと外回して、えー、直線走って、最後の直線ですね。これね、ちょっと外寄りながら、走ったんで、えっ、ー、と、結構ね、外目最後寄って走ってました、これ。うん。うん、確かに操縦性は難しそうやけどな。うん。ただ、能力で完全にカバーですよね、これね。タバ付けなして買ってるんで。これちなみに、シ発パセンどうやったんですかシパセン。もう、外行った。 うん13番逃げて。ああ、確かになんか、打ち下ろすなんか走られへんもっぽいな、これな。うんうん。で、14番にウェルカムちゃんにおられて、どうですかこれ妨害、ああ、まあまあいけてるか。ああ、ちょっとやれてる。危ない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 。はい。こんなもんですか。はい。ということで、テイエム・チュラーさん。あ、ごめんなチュラーさんじゃうテイエム・ <laughs> チュラランでした。 すいません、テーマ名前も違いすぎや。はい。次、札幌じゃ新潟行きましょう。はい。この舞台は基本リピーターなんで、はい。あとちょっとディープ3区がね、難しいかもしれない舞台になってくる。最終集なんで、金亀3区が強いよってところですね。サリーラ・パラダリア言いますけど、ノーキングポイント一応されてます。ダービー5着。はい。一応、お母さん系に金カ背負ってるんで。 入れてます。あと、マイネルウィルトスがちょっとね、マイネルでチャンちゃんックってところでリンク、おととしぐらいだったっけしてるんですけど、ちょっと前奏がね、1年ぶりで、えー、4着上がり早速2奏ばけしそうなんで、本命してません。はい。はい。で、えっ、ー、と、本命が、えユーキャンスマイルのリピーターか、前だったんですけど、ブラバラにしておきます。はい。えー、3年前の勝ち馬です。はい。 ちょっと昔から見とってやっぱ時計かかる方が強いんと。うんうん。やっぱ金亀三3区なので走れますね、この舞台。有権のスマイルと含めてね。はい。大正体4着の七夕翔2着で新潟記念勝ってます。外からグッササイはい。32秒6の足で勝ってます。うん。チャレンジカップもなかったんですけどね。その後ちょっと休んでダメなって、大阪杯な6記念。まあただ、えー、7歳。やったっけ、結構年。7歳かな。やけど、トータルた成績がね、まだね、 そんなに極端な動きで、まあ、20戦ちょいか、23、4戦ぐらいなんで、全然、あの、まだ走れると思ってます。はい。最近ね、オクトーバーステークスか。で、えっと、ウチパックさん乗せて,て59キロで4着、これ十分やったんで、はい。 まあ、そっから、えー、ラーチャレンジカップ走らされて、ニガーステークスなぜかダーっと走らされて、全走不良坊の新潟でしょうね。えー、正直、この3走度外視でいいと思ってるんで、巻き返し頑張ってください。うちパックさん、2層目になりますね。4走前でしっかりいいコンタクト取れたと思うんで、今回57で走るんでしょはい。ハンデにしては、ラッキーなハンデだと思ってます。同じ舞台買ってるのにね。はい。 はい。あとは、長距離を受けてますってことなんですけども、まあ、このままいつも動くんでね。またでも、反路長距離にパターン変えて、しまい11秒9っていうのは、えなかなか異例ですね。いつもね、このままウッド走ったりとか多いんですけど。うん、うん、それでも、なかなか11秒台しまいって、なかなかこのままでんかったと思うんで。はい。しかも、反路ですからね。なんか、いや、長距離が滑ってじゃないんですけど、なんかうまいことできそうかなと思って。だいたいポリトラック、な、な、にポリトラックとか、 えー、ウッド走らされておったんどうでしょうか。状態は良さそうですけどね。来るかは別にして。はい。えー、新潟大将とお,お得意のトーン1旧車ですね。ブラバス、ユーキャンスマイル。はい。よろしくお願いします。えーっと、2020年ブラバスとユーキャンスマイルが2019年かな。はい。新潟9年両方買ってます。はい。よろしくお願いします。 はい、また、えっ、ー、と、明日ライブで,できたらお会いしましょうかね。はい、多分ちょっとさすがにこれ穴を狙いすぎじゃないですけど、まだチャンスは全然人気馬でもあると思うんですけどね。はい、また、ご清聴ありがとうございました。